緊張してるつってるだよ。変態マナーモード。携帯。変態マナーモード。変態マナーモード大丈夫って意味か。一応オンで。一応まあマナーモードにしといてね。放送以外はいいけど。あの、私最近成人式があったんですけど。 その成人式ってやっぱもう女性は特に気合が入るんでですよ。<ー>で私朝の五時半から試着着付け、うん、朝の五時,時半から着付けだったので友達が私の家に泊まってそこからすぐ行ったんですよで着付けしててでもだんだん綺麗になっていくじゃないですか、うん、もうメイクもしてもうヘアも綺麗になっていってもうテンションがもうずっと上がってて。 でも二人でもう自分たちが一番可愛いぜみたいな,なるほどもうもううちらが一番可愛いからとか言いながら褒め合って、うん、でオッケーじゃあこれはもう会場に行こう行こうってなって、うん、で私たち受付係だったのでちょっと早めに行ってもう受付係ということで座ってたんですよ。うん、そしたら あのいろいろまあ久しぶりに会う子とかもいろいろ来てて「うん、であはい名前オッケーオッケーってなんか普通に通してたら、うん、とっても久しぶりに会う友達に会って、はい、でその子が「はあ、もう帰ろう」みたいなうん、うん、で私も「ああ久しぶり」って言って「めっちゃ可愛いくん、ね、綺麗だね」みたいな言ってくれてうん、うん、私も本当にこんな気合入ってるから「うん、もうでしょ」みたいな「やっぴんありがとう」「もううんうんうん」とか言ってたんですよそしたらその子が私に一言「うん、やっぱお前喋ったらだめだな」<laughs> ギノガルフ皆さんこんばんは神奈邦博ですこんばんは伊波裕作ですこんばんはカイラですはいということで始まりましたギノガルフはい。今日はですねまあマイのがはいちょっと自分探しの旅に出るということでねね今旅に行ってるわけでそうなんですよでピンチヒッターのはいカイラですカイラ来ましたカイラですやっぴー いや見事なオープニングトークだったじゃないですか。大丈夫でした。いやバッチリバッチリ。もううちもちゃんとついて。本当ですか。ありがとうございます。それはけどあれでしょ。まあまあいろんな人に言われるやつでしょ。そうですね。その子が別に初めてだったわけではないです。あそうなんだ。ただもうその日が初めてだったんですよ。その日言われたのが初めてで、もうなんかなんだろうな傷つきました普通にあ。 え今日綺麗じゃないの私綺麗はもちろん綺麗喋ったらダメってことはもうこの子の中での私の綺麗は消えたってことじゃないですか冷静にああありがとうってマジいやいいの。そういうのも含めて彼らのことを好きになってくれる人がそうですねもちろんいるわけですもちろんですねもちろんですはいもちろんもう着物っていうか着物か着物ふりそでふりそでねふりそでね 私は緑来ました。のあのさあ、はい、えっとー。インスタを。フォローしてるわけですよ。はい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 、して,のてます、ね。はい。ストーリー。ってで二十四時間で消えるさ。<laughs> はい。消えますうん、うん。バンバン上げるわけですよ。そうですね。うん、私バンバン上げますね。ねあそこって、やっぱ普通のより、なんか見ちゃうよね。ストーリーの方が、ね。ストーリーの方が、なんか気になりますよね。ーねバーって見るんだけど。はいはい。彼らの。全部楽しそう。<laughs> なんか僕もう8割ぐらいイエーイっていうのがなってるからそうですよね恥ずかしいんですよそれなんかイエーイって言うじゃないですかであげた5分後ぐらいにあなんかはずっと思って消すっていうんか爽快なやつが多いですよねいやいや見てて楽しいよバッティングセンターのやつなんか見たななんか昨日は卓球とバッティングセンター行きました前もなんか行ってたよねあれはスストレですさ 俺覚えてるのがめっちゃ友達のおっぱいもんでたよね。え？そんなのも上がってたの？うん。ええちゃモムなと思って。聞いてください。私友達にも超かわいい子がいるんですよ。この子超かわいいのに超胸がでかいんですよ。でレポートみたいな感じで。もうはい皆さん始まりました。この子のおっぱいって言ってずっともんでてもう感想からマジあのレポートにかけるぐらいいい胸してるんですよ。で。 やっぱ女の子同士が一瞬温泉とか入るんですよね。で脱がしたらエロボクロあるんですよ。うん、もうすべてが完璧。うん、愛してます。<laughs> <laughs> あの胸、あの胸好きです。まあ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 揉んでたよ。<laughs> あそうなんだ。<laughs> 結構揉んでました。<laughs> もうやめようそういうの。いやいやいいと思います。<laughs> そういうはもうあの若さみなぎる感じで。もう必ずコメントが来ます。 友達からもっとちょうだいあそういうのそういうのもっとちょうだい僕もっとちょうだいはぁいいですねや柔らかい感じのね柔らかいんだらかいくてみたいなレバーしませんいいなそれ見たかったなぁ指がした何本入るかみたいな柔らかさをねやめましょうこれまあそんな中なんですけどあのこないだ僕えっとね プロレス会場だったかなそこでリスナーさんがいるんですよめいめいさんって言うんですけどはい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 声かけられましてこの間カイラが出てたじゃないですかおばですって言われたえそうなのそうだからめいっ子ってことだよねそうですね私がめいっ子ですでそのおばがプロレス見に来てそう、いやもう好きなのよへえ。そう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 。もうすぐライン来てうん なんで私に最初に教えなかったのみたいなちょっと怖いんですよ、このおばさん怖いって言アクティブで本当にはっきりね、いろいろで、なんで私にすぐ言わなかったの私がファンで一番知ってるでしょうおい、みたいな感じよあの、大好きだよってアメリカ人っぽいですね大好きだよってねそれだけで収まるいやいや、今日もコメントも来てますからね彼らお母さんにそっくり喋らん方がいいよって来てます おばあの胸も揉んでたねってこと。おばあの胸も。本当ですか？いつの話だ。ちっちゃい頃なのかな。ああ、おばあの胸揉んでました揉んでました。あ、おばあちゃんの胸。家でもやっぱいっぱいこうやってもう明るいの。明るいです。でも私のお母さんの方がレベルがすごいんです。お母さんもインスタになんか出てたっけ？私のお母さんやばいです。ね、このインスタの話していいですか？いいよいいよ。このちょっとこれやばいんです。私が。 ベッドで携帯いじってたんですよもうダラ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 と携帯をいじってたらうん、うん、なんか視線感じるなと思ってパって見たら、うん、お母さんが私のことじーって見てるんですよ怖ー、うん、と思って <laughs> どうしたって言ってお,<う>てお母さんが一回動画撮ってって言うんですよ、うん 動画ハイ、はい、撮ってるよっつったら急に「行くよ行くよ,よってニヤニヤし始めて「TTTTT」って言いながら近づくんですよ <laughs> さあここの家に「T」はどこにあるかなみたいな「T <laughs> 出てこーい」とか言いながら「T」<ー>ティーがなかったんですよ。どんだけ探ししてもティーがなくってそしたら <laughs> ワイにしよう。おい、面白い。いや、ノリノリな感じなお母さんだよね。チョコ、チョコプラ。そう、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 そう。あの次、ワイにしようとワイもないって言ってなんもないこの家には。ティート、ワイはない。ティート、ワイなかったです、家に。それは、んかストーリーにちょっと乗ってて。面白い。ああ、面白かったなあと思いました。ノーブラなのに、気にしないっていう。ああ、いいですね。いや、なんか、その遺伝子はしっかりと。 受けけいいね要チェックだなこれさあじゃあこの1週間何があったのか何のコーナーいきますかはい伊波さんからはい僕ですね先週の土曜日にまあ久しぶりに家族4人で出かけまして娘息子も連れて妻も連れて名護桜祭りに行ったんですけどやっぱ目的はもう OBP がうん ああのー、まあ、その名護桜祭りの舞台に出,るに出るっていうことだったんでそれもう見に行こうと思ってせっかくなんでもう桜祭りもね行きながら行こうと思ったら、うんうん、ちょっともう車混んでてねそこちょっとねぎりぎりで行ってしまったもんで止められないもんだから、うん、もうちょっと妻だけ車に残して。うん 娘と息子と僕3人でステージにバーッと走ってとりあえず見ようと言ったらあの女ちょっとその開始に間に合わなくて行ったらもうずっと東さんと OBP がすごくしているっていう場面だったんですよ。終わっですごい残念だったんですけどでもでもマリンとあとルーリーレンデンとあともうちょっと下のね2人のコンビ女の子5人で出ていて。 まあ堂々としてましたねステージでーでなんか東京からもお客さんね来てたのかな<ー><ー>でもちろん機長さんもいてでなんかそのまあステージ終わったとまたねちょっと列並んでいろいろちょっと、うん、あの交流会みたいなのもあるロードってな、うん、あなんかあの何回かそのなんかイベントで見たことあって たんですけどちょっと間近でこうやってねマリンとかこうやって活躍してるのを見てなんかやっぱ違いますね外で見るとねそうねいやだからそのスタジオこの番組に来てくれた時はまたねあの自然体な感じだけどステージに上がるとまたかっこいいなねかっこよく見えたなルーリー連連俺生生ルーリー連連だったんじゃないかな初めて初めて結構大きいんですね大きくなったんですよ ねいやだからステージでももう堂々とねルーリーでも喋っててあすげえなやっぱりと思いました結構堂々としますよもう爆発もだいぶね踏んできましたからねはいで生きながら泣き人桜も見て泣き人上手の桜も見て帰りにあの紫村の隣にお風呂屋があるんですよ銭湯がへそこが結構いい銭湯で600円ぐらいで入れるもうあの 中に入れなくてもですよ。うん、紫村の中に入れなくても戦闘<あ>だけで入れ,だ入れるんですけど、<ー>まあ息子がね、もうすぐ十分ぐらいしてすぐ出ようって,言ってああ熱かったのかな。<ー>うん、もうそれがね、もう結果、うん、ロビーでテレビ見てる時間の方が長かったんですよ。ああもう。 あれでしょ。本当はゆっくりつかりたかった,た,っかた,かったんですけどいつもやっぱね子供と行くとどうしてもちょっと銭湯でいやまあでもお風呂を長くっていうのは大人になってからじゃない湯船、えーね、みずみずしそうですえ、寝たいっう。だから いや、俺好きなんですよ、なんか銭湯とか岩盤浴とかが好きで、ああ、でも、やったかったけどね、やっぱまだまだちょっと早かったな、息子、そかは、私、結構入ります、あ、そバイト終わりに入るのが結構好きで、あお母さんが結構、あの、バスロマンをストックで買うんですよ、あの人、安いとか言いながら買うから、それを入れながら入るの好きです湯船は好きです。 まあちょっとじゃあゆっくりゆっくりもう少ししたかったねそうなんですよねまあでも家族サーんスかよかったですね久しぶりにはいじゃあ続いてカエ行いきますかはい私最近あのだぼっとしたロンティーとかにはまっててであのここの通りに結構古着屋さんとかあるらしいねあるんですよ最近増えてて先ほどもいろいろ 考えてたら、うん、あのアイルっていう沖縄のブランドがあるんですよ、うんうん、でその服を友達めっちゃいいよめっちゃ可愛いよってずっと言われてて、うん、それを最近買いに行って、うん、であの買ってる時は店員さん全然話しかけてこないんですよ、うん、でちょっと愛想悪いのかなって少し思っていたら、うんうん、服を買うじゃないですか。 袋に入れるまでお時間が必要なので店内見といてくださいって言われるんですよでわかりましたって普通に店内見ててでもらってそしたらシールがもらえるんですよで私その時水着を着た女の子の T シャツを買ってその子が乗っているシールをくれてちょっとテンション上がるじゃないですかそれだけでもちょっとテンション上がっててかわいいと思ってたシールもらえたと思って携帯とかに貼ろうと思っててそしたら車乗ってもう早速開けようと思って見たら手紙が入ってて。 初アイルありがとうございますいああ嬉しいね。うん、初アイルありがとうございます。いい話。ロンティーにハマってるんですか。かその時もロンティー入ってたので、うんうん、ロンティーにハマってるんですか。なんかまた来てくださいみたいなこと書いてあって、えー、じゃもうその場で書いたんだ。そう,そうそうそこで。えー、あもうフォーリンラブと思って、うん、でまた本当に三日後ぐらいに行って、うん、でその時もお尻の絵が書いてある。 T シャツ買ったらまたそのシールくれて、うん、でその人もまた違う人だったんですけど話とか全然しなくてただまた開けたら「このデザインかわいいですよね、うん」みたいな「アイルは何回目ですか?」みたいな感じで書いてあってすごいなんだろうこのコミュニケーションを取ろうとする感じがとっても嬉しくてやっぱりほらもうネットでも今買えるけどやっぱそういう人って とね人とこう触れ合いというかそういうのがあるとまた行きたくなりますからねこれはだからそんなに選んでるときは接しないんでしもうすあっちはあっちの作業してるみたいな感じでその作業しながら彼らがそうやって選んでるのをちょっと見ながらこういうのが好きなんだとかロンティばっかり見てるからロンティこの子好きなんだとかチェックしてるんだ多分してるんだと思います字も綺麗ですし ほっこりしました、いいサービスです皆さん、アイル行ってみてください。こちにありますじゃあ僕もさらっと先週の「ギノガルフの次の日」か水曜日キングスの実況だったんですよバスケットライブで滋賀・レイクスターズとの試合だったんですけど西地区なんですね、両チームとも。で、キングスは首位で滋賀は最下位で余裕で勝つだろう。 いう試合前の予想だったんですけど始まってみたら全然お互いミスが多くて結果から言うと負けたんです最下位に首位が。で僕が実況して初めての負けゲームだったんですね。これまで全部勝ってたんで会場内もイエーイってなって拍手で気持ちよくえるっていう感じだったんです引きが早かった。 あお客やっぱあの、はい、お疲れ様っていうのはあるんだけど、うん、終わった瞬間もみんなさっと帰って<ー>、まあ、その辺シビアだなあと思いましたね<ー>結構けが人とかも出ててあの新外国人選手とか入ったりとかしてる状況なんですけどはい、はい、にしてもあのちょっと、えー、ミスが多かったのでその後また2連戦ね、えー、一勝一敗で首位はキープしてるんですけど、うん、まあまあここからもう後半戦に入ってきてるんで。 ちょっとどういうふうになっていくのか新外国人選手ってなると、うん、やっぱりその連携プレーとか、うん、その辺の息の合わせ方っていうのちょっと難しいところがあるのかなと思ってね,ね、うん、はいもうでもでもまた、えっと、2月はないんですけど僕また3月に、うん、え実況があるんでね、うん、そこまでしっかり、えー、見届けていきたいなと思っております。うん、ここののの実況ははカンナさんはそのなんそなだろうこの 両チームフラットなそそうあのねれここだからはっきりしていいんだけど僕、キングス寄りに喋っちゃいけないんですよ、フラットで喋らないといけないわけ、あの相手チームと。でもどうしても、ほらやっぱねキングス寄りなで、キングスって、もなななかか言わいのよ例えばえっと滋賀レイクスターズと琉球ゴールデンキングスだったら、キングス、レイクスターズって言わなきゃいけないわけ。 言わなないでしょなんか「いやーレイクスターズ今の良かったですね」ってなかなか今,、うん、滋,賀今滋賀のボールですとかうん、うん、その地名を言うことが多いわけ、うん、だからこっちはか、はいはい、で琉球っていうとなんかキングスって言わなくて愛がないみたいなことになったりするから、うん、難しいんですよなるほど気持ちはやっぱキングスだからわってなるけどそれを抑えながらフラットにしてこっちが点入った時も上げなきゃいけないしっていう,う,うそういうところもちょっとねいろいろ気遣いながら。 実況すまあまだまだ勉強ですけどね次は3月にやる予定ですので、はい、もしよろしければご覧ください。さあということで「ツイキャス」いきますか。はい 来てますね、えー、じゃあこっちからヤロ郎ハイホーさんワンマンコーはいワンマンコはいえめいめいさんこんばんは皆さんお疲れ様ですということでめいめいさんもうねしっかり来てますね <laughs> ありがとうございますはい沖縄、えー、リワンチュールさんかなさんやさんピッチ入ったカエラさんこんばんはこんばんははーいー、えー、恋するかっちゃんかな、えー、さんやさ初めましてカエラさんこんばんチーすはいこんばんチーす ジェットインコウジさんこんばんはカナさんはじめましてあやのゴーです何言ってるんでしょうお二人で会おう二人で会おうあとどれだナチュミンさんかカナさんはじめまして最高です結婚しましょうということであああがなななメリーユーみたいなやつありますよねはいシンを流すやろうハイオウさんおっぱいは正義その通りだと思いますはい ナルタラさんこんばんは自分の肩はもみもみそうですね、うん、いろんなのもんでください <laughs> はい、えー、サーロ兄さんこんばんはノーブラのサーロ兄さんです<ー>、えー、でしょうねそそるねはいありがとうございますそそ <laughs>、えー、進撃のエッケーめーちゃんさんはい、えー、金沢さんカイさんこんばんはと昨日から風邪引いて、うん、今日一日寝込んでましたあらあ高熱でジビカ受診した時十八度九分でしたとう 明日お仕事行けるか心配ですインフルエンザではなかったのかな流行ってるからね今沖縄でもね入ってるらしい検査が最悪ですよね花の奥に入ってるやつね友達とかいないでますますね二人ぐらいはいでパラス森ティアラさんこんばんはえ、ンヒー桜開花おめでとうございます冬終わってもう春ですかねいやあのね沖縄寒くなると桜が咲くということですよねまあ 一応今なんでしょうね。暑いけどね。暑いですか？一瞬だったさ寒くなった土日。そう先週のその土曜日が寒かったんですよ。桜祭りも。明日二十四度とかつって。えそんな暑いの？うん。に明日明後日。本当ですか？うで一日だけもう一回ちょっと下がるけどまた上がるってだから。風が増えるんですね。なんかね気温差がありますね。でえあとシュプリムシュプリムさん、かなさん、カイラちゃんやさん、こんばんはボボブラジルです。何言ってるんでしょう？ はいということで皆さんありがとうございましたありがとうございますさあ8ですね今日は後半にサイコロトークやるんですけどあの相変わらず笑って壺あさみはいあのつぼの浅いなんか出来事とかねなんか本当に少しだけ面白いんですめちゃめちゃ面白いの送らないでくださいちょっとだけ面白い話が小話があればそうですねぜひ送ってきてくださいよろしくお願いしますねツボはどうなんですか浅い方なんですか人によりますよねああこの人 なんだろう動きが面白い人には弱いです私。ああ<ー>、友達にいるんでんあもうお母さん弱いです私。<笑>,笑いたくなくても笑ってます。<laughs> <ー>とかもう一人友達にいるんですけどあの子ハイタッチだけでもから爆笑できる <laughs> あの子のハイタッチだけでも爆笑で,<笑>で<笑>、えー、下の名前だけなんですか。ユイナ。ユイナに弱いってことですか、ね。ユイナに弱いです。わ、ね、かりました。<laughs> えー、ということで笑ってつぼあさみもお待ちしています。 そして、えー、まあフリーのメッセージもね、はい、もしあれば、うん、ぜひお送りください、うん、アドレスギノアットマーク FM ギノワン .com ギノ GINO アットマーク FM ギノワン .com までお願いいたしますいきましょうギノガルフこの番組は石垣島の三崎牛グッドフィールドグループ宮平乳業の提供でお送りします 待って待って。お尻クラッカー。三 <laughs>、二、一。<laughs> <laughs> <laughs> だいぶ若っぽいな。<laughs> 空気が、空気が本当に。神楽国広、いはゆ作 OBP ービ沖縄美少女プロジェクト、ゆうこでお送りする。ミノバルフ,ガルフ毎週火曜夜九時放送。空気が、空気が本当に。ミヤキラ乳業の牛乳は。低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを。 も一緒に楽しもうだから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいますボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中生肉販売コーナーも品揃え豊富でその場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ 最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだ。じゃん、いしょはグー、じゃんけんパー、あ、グーだ。あ、グーだ。いや、それは、あいこ、あいこ、ガルフさあ、技能ガルフ、お届けしています。今日はマイののかりピンチヒッター。 カイラですはい来ておりますカイラです <laughs> 2回言いました大事なんで2回言いました <laughs> さあではこの時間、えー、いつも通りですねグッドフィールドグループからのお知らせ今日は、えー、僕がご紹介いたします今日ですねエポックゲートをご紹介しますエポックゲートとは新時代の扉全ての女性の毎日がさらにワクワクするような扉が開くアイテムのラインナップをたくさんのお客様に楽しんでもらいたいという気持ちが込められています アパレルブランドのミッシュマッシュミューズリファインドクローズアクセサリーブランドのハートダンスの3ブランド複合点となっていますまずはミッシュマッシュ美人度120%恋するオンオフ服女性の柔らかさを感じさせる今旬のエッセンスをプラスしてお届けします続いてミューズリファインドクローズいつものオンオフ服にビューティーをプラス上品でありながらも程よく肩の力の抜けたおしゃれを楽しみたいあなたに 大人きれいめスタイルを提案します続いてハートダンス、えー、パリの裏路地アクセサリーアトリエを思わせるナチュラルで落ち着いた空間アトリエで作られるアクセサリーたちで生活にドキドキとワクワクをお届けしますエポックゲートではただいまファイナルセールを開催しています人気商品もマックス70%オフと大変お得なセールとなっていますのでぜひこの機会にご来店くださいそして 今年の夏にオープンする三重浦添西海岸パルコシティ、えー、県内2店舗目のエポックゲートがオープンすることになりましたそこで一緒にオープンを盛り上げてくれる新規スタッフをただいま募集しています未経験者でも大歓迎ですよおしゃれ、接客が好きなあなたぜひ一緒に働いてみませんかスタッフ一同心よりご来店をお待ちしています、えー、お問い合わせはエポックゲート那覇メインプレス店 では、098867の8600番、098867の8600番までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はいということで、今日はエポックゲートのご紹介なんですけれども、あの場所で言うと、 メインプレイスのえっと電気館デオデオがあるでしょ。うんうん、デオデオの向かいです。<ー>あのー、電話電話屋さんって言い方おかしいな。電話会社ソフトバンクとかエーユーとか、うん、ある向かいにねあるお店なんですけれども、いいね、そうそうあのーうん、ミッシュマッシュと。 とミューズリファインドクローズがあってうん、うん、あとはハートダンスでアクセサリーもそうそうそういう複合点なんですけれどもあのー、ちょっとそのカジュアルな感じから、えー、またねしっかりしたものまでうん、うん、え揃ってますんでそこに行けば大体もう意識揃うかなとなんかドレスとかもあるからソツ、うん、パとかに向けてそうそう,そうフォーマルな時にもうん、うん、えここでいろいろ揃うんじゃないかなと思っております,いいす写真もね今目の前にありますけど いいでしょ、カイラを見てて。カイラ好きですよ。こういうふわっとした感じ。たまに履くとあの男性グッとくるでしょう。いあ、そうくるでしょう。いそうそう。ですよね。たまにがまたいいかもね。たまにがもういつも私も下ろしてるんですけど、たまに結んだら結構褒められます。ああ、いいですね。結んでると。だからちょっとボーイッシュな格好する方でも多分こういう服着るとすぐ。 いいですね。いい評価がもらえると思いますよ。はい、今イアさんの顔の横顔のアップが映りましたね。はい、い <laughs> 大丈夫です。はい。<laughs> えー、で、えー、今ファイナルセール開催中ということで人気商品マックス70%オフ。すごい。70%オフってすごいね。もうほぼじゃん。 <laughs> ほぼじゃん、ね、7割オフですからね。はい、はいはい、ということですぜひあの早めに行ってチェックしてみてください。うんうん、でねもう一つ、今年の夏に、えー、三重浦添西海岸、えー、パルコシティ、うんえー、ここがオープンいたしますがそこにボックゲート、えー、店が入るということですおうおうオープンするということで、えー、オープニングスタッフ現在募集中です。 あの未経験ででもいいんですよおしゃれが好きとか接客が好きとか一緒に働いてみたいというあなたがいましたらぜひ、えー、ご連絡ください連絡先はもう電話で「098867の8600番」「098867の8600番」までどうぞ、えー、以上グッドフィールドグループからのお知らせでしたはいということでめいめいさんから「カエラは何着てもかわいいよ」と。 おばさん感すごいないやいやいやもうちっちゃい頃からあんがとこんな感じこんな感じですこんな感じですか怖いですよ裏返りそうスポーツが得意なんですねスポーツ好きですおきのいなちょうりさコンティニューコインありがとうございますありがとうございます延長そのままできるようですスポーツしてたんでしょ して何してたのえっとアメリカにいる時はゴルフとボウリングやってたんですけどごめんごめんアメリカのどこにいたんだっけカリフォルニアとノースカロライナですあ響きがいいですねアメリカにいた頃はボウリングボウリングとゴルフやってましたでえっと小学校6年生の時にここに来てそこからも高校3年生卒業するまでずっとバレーボールやってたのでバレーボールの方が上手いではありますけどまあ長く長くやってましたねそうですねそうですかやってました まあじゃあ体を動かすのは好きですよ。好きなんだね。短距離派です。お、短距離派。長距離は苦手です。長距離走。マラソンとかも。マラソンはちょっと苦手です。足も速いの。速い。小学校の時は陸上に選ばれてましたよ。結構。速速そうだよ。やっぱり。200メートルとか走ってました。200まあまあきついよね。でもね。後半戦ですよね。ただ100早い人と200早い人違うよね。違いますね。ああ。違います。そうそう。やっぱ後半伸びる人がいて。 あとなんか足が長い方がいいみたいです、うん、あ,あストライドが長い方がいいってこと、うんうん、なんか胸から行くよりかも足がバーババンっていった方がいいって,言われてああそうか短距離で瞬間的なこういうやつよりはそう,そ,うそ,うそうですよりかは足長い人が200いいからお前行けって言われて私絶対やってずっと言ってたんですけど気づけば200って名簿に書かれてました、うん、そうなんだ絶対許さんって言って誰かこれえいたやつあと,あと何だ100 200 100 200と 小学校六年生の時は走り高跳びやってました。けどまあそんなうまいわけではなくって感じです。うんうんうん。なるほど。M.J. さん、はい。マユノちゃん急に大人っぽくなった。違いますよ。違います。今日カイラが。今日はカイラです。カイラです。カイラが来ております。カイラです。いやーイハさんがハンドボールとバスケだっけ？はい。 中学バスケで、高校ハンドボール。うん、今、けど、でも、二百得意な人とかって、フォームが綺麗なんでしょうね。なんか崩れず、そのまま、スタミナもあってみたいな、ねうん。自分はなんかスタートダッシュ派で、後からフォームが崩れるんですよ。百メートル走ってても、五十。 なんか途中まではねドンとってるけど50ぐらいなんかうバラバラになってくるわけもうあれ俺ね右手と右足一緒に動いてないかってぐらいもうバラバラになっちゃってなんかあの番組の企画でやったんだけどだいたいみんなその素人というかさまずじゃあ100走ってみましょうドンっつったらスタートから全力で走るんだってで50ぐらいでもうペースが落ちてくるんだってへえそう でも、あの、あれが必要じゃないですか、前傾姿勢が。加速のね、形は大事なんだけど、そっから。あの、なんていう、い全力で出すんじゃなくて、どっちかって言ったらこ、このポ,ポ,ポン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 ってリズムを作っていった方が。トータル速くなるんだ。はい、はい、はい。それしないで、ガわってやると、大体50でスタミナが切れるんだって。ってい早いですね、50って。いやー、でも、大体もうも学校の。なんていうの、授業とかでやると、50ぐらいだったでしょう。ん。うん そそううだからそのぐらいの練習しかしてないのよ100は陸上部ぐらいよ100以上ダッシュするのはそうですねカラスマリテラさんアメリカは学校でゴルフできるのいや私はクラブに入ってましたゴルフクラブみたいな学校とはもう全然違くてお父さんの知り合いの人がコーチしてるメンバーに何て言うんですかチームに入っていましたなのでアメリカは あのなんか体育っていうのがないのでないんだないですね<ー>ク,ラクラブ活動あ違う体育はあるや部活がないんだ部活っていうのがないんですよなので体育はもう本当に好きなことを好きに入って行けみたいな感じなんですけど、うん、そそう部活がないので自分がやりたいスポーツを好きなクラブに入ってもう自分で探してやるっていう<あ>、うん、クラブがもうだからこっちでいう部活動の働きになってるって 提供はしてないんですよ。あ、なるほどね。あ、そっか、そっか、そのちかの。あのところでやってるクラブに行くってこと。はい、自分で探してこいし。だ、そのチームの中で、あの、まあ、学校ではない人もいたりとかするって。あ、そうです、そうです、そうです。そうです。え、さおるお兄さんから、カエラさん、刺身好きですかって、わけのわからない質問が急に。大好きですよ。刺身、はい、全然食べれます。いいですね。はい、日本的な部分も。愛らぶ刺身。ありますよ。あ、めいめいさんが代わりに答えてますね。デジ食べるよ。 元気だなもうもういいよ落ち着いてここで会話成り立つんですねツインキャスでねいいですねとっても食べます嫌いな食べ物本当にないと思います今のところはないですないですいいことですよはい。さあじゃあ一曲いきますかはい。今日カエラ来たんでじゃあカエラのリクエストはい私が最近ハマっている人なんですけど豆腐ビーツさんのロンリーナイツ

400とかもきつい、400800きついんだよね。高校の時にスカウトで800走れって言われたんですけど、いやもう絶対きついんだよね。800二周あれアトラック二周でしょ。きついよな。上うだなって思うな。ね、なんか陸上とかそんなので、好きです好きです。ずっと選ばれてました。やっていても、ちょちょっとこれやってみてもう上げみたいな。 いやです。いいよ。ちょっと、なんか、わかるから、それで。ええ、ちょっと。ええ、でも、私。はい。え、普通にあげるだけです。足はいいんですよね。はい、せーの。あ、なるほど。うん、ダンスは得意だな、ボルトだな。おい。はい、はい。あれ、苦手なの。お母さんの方が得意。お母さんの方が得意。あなた、自分で作るから。 創作ダンスもできるんだ。でもやっぱ軽いね。そうだね。軽い。うん。見のコナスが。やった。いいね。これもっとちっちゃくしていいよ。あ、わざと？うん。頭ちっちゃいんだから。頭いい。上げてるけど。ちっちゃいよな。ちっちゃいですか？ちっちゃい。 あ、ちっちゃいですか ?21 秒台出せなかったが悔しかったっすね。22秒1までいきますけど。それは早いのか。一応あの自分西日本までは出場しいや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 、そうなんだ。何秒あ、もう覚えてないです。でも、そんな早いわけではないです。ただ、一応なんか予選は絶対勝ち抜いていけるからっていう感じです。でも、20秒台ではないと思います。30とか。 ナチュミンさん、キャンさん身長どのぐらいみたいな。162です。162。161。この間、人間どこっったって言ったさ、身長伸びてた、一センチ。162になってた。0から1になってた。おめでとうございます。私も身長伸び続けるって生骨の先に言われましたまだ伸びる。 止まらないよあなたはって。今でどんぐらいだっけ 1> 今170ちょうどです。おじゃああと1 2センチいけるか。この中で一番でかいってそうね、俺165だからね。あそうなんです。そう,そうそうそう。ちっちゃい時からじゃあでかかった小学校。あもうランドセルに合わないって言われてました。ああ、いるね、たまにね。おかしいって。

テーラーのののの話話話話だかからの話それもテーラーの話よ、うん、4 4はじゃあか確認は、うん、はいい残り15秒です、えー、でで何々,で何々でした豆腐いい、ねうんうん、ビーツでロンリーナイツでした。 サイコロトーク。サイコロトーク。こんな、こんなサイコロトーク全力で言う人いないはずな、ね、い。<laughs> <laughs> さあ、サイコロトークですぐらいだよな。<laughs> <laughs> こんな全力でサイコロトーク。<laughs> <laughs> いう人いいいいななんじゃやいやもうおなじみのコーナーですからはいもうこれ何回もやってますね我々3人が持ってきたあのお題をサイコロの目で6つ作ってきていますで出た目の話をあだこうだ喋っていこうとそうですねいうことですねはい今日はさんそうですね今用意されてる6つは1の目が担当の話二がぞっとした話三が俺だけじゃない話4が確認の話 5が成人式の話6がどうでもいい話となってます、はい、まあこれで話をしサイコロの目が振って目を振って話をしていって、うん、空いたところにツイキャスであそうそう皆さんにちょっとお題とか。なので何々の話みたいな感じで、ね、お題をツイキャスの皆さん、はい、今26人見ていただいてます、ね、ありがとうございます。ういて、うん くださいよろしくお願いします。何々の話とか何々な話とかそんな形で。名々の話とか。まあ俺とね喋れるけどね。いやさん難しいわからないです。はい。お題もくださいね。じゃあ誰から行く？誰から行く？から行きますか？ね。振っちゃっていいですか？はい。じゃあ行きます。行きまはい。 待ってねっまあいいやはいどうぞはい66は6ですあいきなり出ますねどうでもいい話どうでもいい話これは誰ですか僕ですねはいじゃあさんお願いします本当にごめんなさいね申し訳ないどうでもいいんですけどうちのスタッフ会社の制作 AD の子が お腹すいたときに、うん、あのティッシュ食べるっていう話してきたんですよ。<laughs> えっともうちょっともうちょっと聞かせてもらっていいですか。<laughs> ティッシュ食べれますよみたいな。うん 食べれますよでも本当は食べちゃいけないですよやっぱもちろん害なんでただ口に入れて味がしますよとであの特に鼻セレブは美味しいですという話をしてたんで本当に今日なんですけどじゃあこれキッキーティッシュってできるんじゃないかなと思って僕のデスクにねちょっとティッシュ並べて鼻セレブも置いてそれぞれ一つ一つお口にく 入れて、ちょっと味してみたんですよ。<ああ S 1> <laughs> 結果、ちょっと全部まずかったです。<laughs> <laughs> <laughs> どうでもいいんですけど。ただ。ただですよ。確かに、ハナセレブは味がしました、うん。らしいね、うん。美味しいですよ。ちょっと甘いらしいね、うん。口入れたことある。ハナセレブ。噛んでる、鼻噛んでる時に、美味しいと思います。 なんかちょっとね、この前、ちょっと甘みが、いやー、それで結構やっぱ味するんだと思ったけど。うんうん、一応でも結果まずかったですね。なるほど。だ、これで、<laughs> なんかもし。 その鼻セレブの味だったりとか他のティッシュはこれだったりとかなんか特徴があるのかなもしできるんだったらこのギノガルフでもキキティッシュできるんじゃないかなと思って試したんですけどあれ難しいただただまずいってことでしょただただまずい鼻セレブ以外は味みんな一緒じゃあキキティッシュはなしということでなしもう確信に変わったっいいいと思いますやらない方がいいっていう確信に変わったっていう話ですねどうでもいい話でしたどうでもいい話でしたじゃあ6消して 今来てるのはテンションが上がった話<う>、えー、刺身の話<う>ヤギの話なるほどありますけど何しますテンション上がった話テンンションが上がった話にしようかはいじゃあはいじゃあ続いてじゃあ僕いきましょうかはいじゃあ,あ、はい,ゃあいゃあ行きま,います六 <laughs> テンションが上がったしこれじゃあ3人でいける人がテンション上がるともカイラはテンション上がりまくり私ありましたよ最近何何またテイラー・スウィフトさんの話になってしまうんですけどいやいやいやもう一番流暢に喋るやつだあの聞いてください私最近ジーパンの生地のジャケットを買って中が白いもふもふが入ってるジージャンを買ったんですよで それをちょっとお気に入りであったかいし可愛いのでずっと結構着てるんですけどで、テイラー・スウィフトのインスタをちょっと見てたんですよそしたらこれこれ見たことあると思ったら全く同じの着てるんですわ嬉しい私と同じ柄、なんんてうですか中白もふもふ中から白 T もう全く一緒でテイラー帰らそうしそうアいと思ってもうすぐテンション上がって友達に写真撮ってって言って写真撮らせて。 テンンショそこまで上がってたんですけど友達に似てるだけだからって言われながら同じではないと最後にボソっていう友達はみんな一緒なのそいつは違うやつですけどめっちゃショックでしたけどテンション高いのがほかにもうそこインスタに投稿しましたいいと思いますララブブですじゃあじゃあ6番消しまいょいいねいいよいいよこのぐらいでまとめていいですよ えっとね六どうでもよくない話っていうのかどうでもよくない話もどうでもよくない話一応入れときますだから大事な話話ほっとけない話とかそういうことじゃないでしょうかじゃとりあえずサイコロ僕はいじゃお願いしますごめんね書きながらかな苦手いるかなだなだんだんだなだんわ 6の63連ちゃん。怖すぎ。どうでもよくない。六六6はダメだろう。うわぁ。怖っ。どうでもよくない。いやだからそれで自分自分の持ってきた話したらいいんじゃないあどうでもよくない話。いやま別にいいですけど。そうですね。どうでもよくない話。何かあったかなどうでもよくない。もう6の話ってきてます どこなろく。あ、そうか、これ誰でも話していいのか。あ、誰でも話していいですよ。どうでもよくない話。どうでもよくどうでもよくない。大事ってこと。そうですね。そうですよね。大事な話。そうですね。えっとですね、じゃあ僕行きましょうか。あの、まあ。 野球が好きなんですよ僕スポーツの中で特にプロ野球が好きででまもなくキャンプ始まるじゃないですかそうなるといろんなところから僕お話が来るんですねこの時期ねそうそうこの時期毎年で一つは沖縄クラブなんですよ沖縄クラブに今度の号に僕の記事が載ってるはずですはい、それが一つなんですけどもう一つ えっと僕とよっしゃ金城というね沖縄県野球協会とかちょっとタレント、はい、司会業もしてるいつも空手技の、ね、そう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 で,そうで、ね、彼と元プロ野球選手3人大野林さん新里翔也さん糸数慶作さんを迎えて座談会をしたんですようん、うん、ちょっとお酒飲みながらご飯食べながらみたいなうん、うん、でそこでいろいろお話をしたものが、うん、あのプロ野球キャンプの。 前の日 2>,、うん、2月1日からなんで、うん、その1日前31日にキャンプ特集号っていうのが出るんですよ新聞で、うん、いろんな地域の、えー、情報だったり、えー、メンバー表だったりそういうのが載ってるスケジュールとか載ってるうん、うん、その、えー、特集号にも載ってますんで、うん、我々が、はい、さらには動画で、あのー、その時の座談会のも、あのー、沖縄タイムスの YouTube チャンネルがあるらしくて、うん、そこで。 話すということが。決定しましたので、流すと、はい、あの大事なことなんで。ここで言いました。すごいいい告知しましたね。はい、ありがとうございます。どうでもよくない話でした。ありがとうございました。はい。ということです。はい。じゃ、あ彼ら、いきましょう。はい。はい、六以外だしてね。六以外でだしてね。六、もう六消しとく?。六消しとく?。でも六出るかもしれない。あ、そう、六出たら。今、いいですよ。でも、振っちゃって。はい、いいよ。 振りまーす猛録出ないでしょ出ないか大丈夫だな三回も出てるんですうんタタタタタはい5成人式の話理理想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 はいはいえっと成人式の話私ですねえっとはいごめんなさい高校高校生高校生みんなで集まる成人パーティーっていうのがあったんですよこの高校 うんうん、成人式って地元で集まるじゃないですか、はい、だけどこの高校のメンバーでも集まろうってなってあ中学とかじゃなくて高校のメンバー、ね、そうです高校のメンバーで成人パーティーをするってなって結構100名近くぐらい結構みんなもドレスとか着て気合い入れて。 やったんですよ。で、それで久しぶりに会えて私も清楚キャラでいこうと思ってこの芸能界目指してるっていうのも結構みんなに広まってるから高校なら大体キャラみんなわかってるからね待ってどうしたって話みんな聞いてちゃうめん、ごめんごめんごめんそれでだから可愛くいこうと思って白いドレスで行ったんですよでちょっと可愛くフリッとした感じで行ってみんなにも結構「はあもう可愛くなった細くなったね」みたいな感じでいろいろ褒められてて結構もうんかね ちょっと上品に座ってたんですよ、おしとやかにね、騒ぎもせず、普通に座ってたんですよ、そしたら、よし、もう終わりごろになったときに、みんなで最後に集合写真を撮るってなって、でみんな前に来てって言うんですけど、もう最後ってなったら、みんな写真撮りたくなるから、みんな写真とか撮り始めて、いろんなところで、そしたらみんななかなか真ん中に集まってこなかったので、急にこの幹事の男の人に、男性に、帰らって、マイクで言われて。 どういうことって言って「人集めれ集めれるだろ?」と言われて「集めれるだろ?」って言われて「分かった」って言ってマイク貸してて「んで貸さないといけない?」って言われて「地声で」「はいみんな集まって」みたいなずっと言ってたんですけどなかなか集まらないんですよであいつマイク2本持ってたんですよなんでよ一個貸せって言って一個貸せって言って「分かったよ分かったよ」って言ってこのマイクを。 もらったんですよでマイクで「はいみんな集まって集まって」ってながか集めてたんですよ、うん、そしたらそのマイクを,マイクを私も渡して「人集めれよ」って言ったやつがマイクで「うっさい!」って言うんですよ。<laughs> <laughs> ひどくないですかやが集めやって自由が集めてって言ったくせにと思って自由かお前マイク2つ渡せって言って2つではいみんな集まって結局もう元の会段に戻っちゃったんだねそうなんですでみんなやっぱお前変わらんなってなってみんな集まって綺麗に集まってくれてその集合写真私マイク2つこな写真持ち込ん写ってるって言ってちゃっかりピースもしてるんですよまあ結果記録に残るのそこですからねそそうですねの動画とかも

私ですおーいいねいいもうせっかくだからどんどん行きましょうよはい私このゾッとした話なんですけど友達と夜あのパレットパレットあるじゃないですか雲字のパレットであの待ち合わせするって言って立ってたんですよ普通に立って携帯いじってて下向きながら携帯いじってて立って待っててそしたらなんかカシャッカシャって聞こえるんですよはっもう怖いと思ってシャッター音だなと思って本当に絶対これはシャッター音だと思いながら もうえ怖いと思うなんかこの視野で見えるじゃないですか周りが、うん、で見てたらなんかもうスニーカーの人がずっとカシャカシャ撮ってるんですよ怖いと思ってパッて見たらその友達がめっちゃ爆笑しながら私のこと撮ってるんですその待ち合わせするはずの友達がああで何してるお前もう怖いやめれって言われたら行、うん、ああったんですよ、うん そしたらそのイルミネーションしている木の下で私が待ってたらしくて、うん、もう日頃からインスタ映え気にしてんのって言われて一応、ぞっと,ゾッとしたんですよ、本当にカシャ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 聞こえるから、はい、その写真はうインスタ映えで可愛いですよ、綺麗ですけど勝手に撮られたと思ったんだ。うん、もう本当に怖くて心臓 バックバックしてたっていうこのちょっとした話です。なるほど。お前日頃からインスタ映え気にすんな。ってて言われ確かに確かに雲字綺麗だった。綺麗でした。綺麗だった。足綺麗ですよね。今もやってます。自然にそこに足が向くのかな。ちょっとね。あっちが綺麗に見えるんですよね。じゃあ最後どうどうする？行く？そうっすね。じゃあカンさんの話。あ行く？してないですね。せっかくなんでいきます。じゃあえっとどっちでもいいですよ。担当の話か確認の話か。じゃあ。 担当にしようか。担当の話。担当の話。えっとですね、僕今あのちょっと飛行機に今年はたくさん乗ろうということで、あのカードのランクを今年ちょっと頑張ってあげようということで、生まれて初めてですよ。四十一になってプレミアムクラスに乗った乗ったことある？ないです。あるないないないある？ビビるよ。 うん、まず、あのほら入る前にあのこちらの方お,あのお先にどうぞみたいなのはんとなくわかるでしょ、列があってそこまでは分かってたわけ、うん、だから、ああ、行くよってどうもプレミアムクラスですよっ,つってこう <laughs>、はい、今年だけですけどねみたいな感じでこう行って、えー、座ったわけ、うん、座ったら座ってすぐぐらいでどうも、いらっしゃいませ。私 担当の何何でございますっていうのが来るわけ、うんああ。担当の人がいるんだ。担当がいるのよ。その席の C.A. さんがお召し物お預かりいたしましょうか。ってはい、はい、お願いします。ってこう来て預けてこうかけるところが前にあるわけ。実は開けたらクローゼットがあって。すごすぎ。で出、えー、そのまあの新聞とかお呼びになりますかってなって、うんえー、沖縄にしあの日本あの日経そしてスポーツ誌ございます。ってあじゃあスポーツ誌で <laughs> こう読んでて、うんうん、で。で 出発したら、うん、あのお食事の準備してよろしいでしょうか。うん、テーブルまで出してくれるのよこうやって。へすげえ。出してきてで料理こう運んできてお飲み物どうしましょうかつ。飲み物ももう飲み放題だわけ。うん、で<ー>メニューがあってえ沖縄羽田路線ってシャンパンがあるんだって。他のところはスパーク<ら>スパークリングワインなのかな。おでお酒飲んでる人たくさんいるんだけどうん、うん、お酒飲めないから。 野菜ジュースを。野菜ジュース。かしこいた。かしこまりました。持ってきてくれて。野菜ですね。ベジタブルです。持ってきてくれて。でもその後もなんか細かい聞くバリがいろいろあって、ちょっとだから担当がいるってことに衝撃を受けましたね。びっくりしますびっくりしましたね。もうもうまあちょっと今年だけそれで行った方が一番効率がいいんですって。 あのマイルの貯め方が来年から格安航空券に戻しますけど、はい今年だけはちょっといろいろ使っていこうかなと思っております。じゃ一旦シム行きましょうか。待って待って待って。お尻クラッカー。三二一。ライブ若っぽいな。空気が空気が本当に。菅直人広、伊原優作。O B P 沖縄美少女プロジェクト有効でお送りするイノバルフ。 毎週火曜夜9時放送 <laughs> 空気が空気が本当に,に 1, 2, 宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもうだから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいますボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中精肉販売コーナーも品ぞろえ豊富でその場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ石垣島にお越しの際は是非三崎牛本店へ もうやらないよ。ええ、ghi no galop。この番組は石垣島のミサ牛、グッドフィールドグループ宮平乳業の提供でお送りしました。さあ、もうあっという間にエンデング。早いですね。はい、えー、ということで、まあ六六六と続きましたけれども、はい。試しに週夢中やってみたらね、一、うんえー、回も出なかったですね。ねはい。珍しいこともあるもんですね。<laughs> 今今今って今って今,今って,今って行け。で、彼ら何出たか言って。 <laughs> <laughs> 全然でないな F で言うと面白いないいですね、これ面白いな <laughs> 面白いな,ぁなぁえー、ということで、えっともしコンティニューコインいただけましたらえっと、延長放送またやりたいと思いますんであの今ツイキャス、えー、ご覧の皆さんよろしければお願いいたしますお願いしますはい、ということで、えっとお知らせは特には大丈夫ですね、はい、大丈夫です大丈夫ですね、うん、彼らも大丈夫ね大丈夫ですはい、えー、じゃあ、あの 番組どうだったとかの感想は、おまけ放送で聞こうか。うんうんうん。まあ、本放送で一回聞いとくか。どうでしたか夕方も出て、こっちも出て。あ、そうか、夕方も。はい。あ、コンティニュー、ありがとうございましありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。どうでした?。うん、緊張したんですけど、やっぱ楽しいです。ラジオはやってて、楽しい。楽しいが勝ちます。緊張もあるんですけど、やっぱでも、なんか、決められた言葉を言うときは。緊張しますけど。フリーに話すときは。楽しいですね。 ままああだからどっちもだからねラジオはね。で楽しいです、やってまたぜひ来てね、ありがとうございますよきタイミングで。いいでもお願しますということで、僕はもうさっき言いましたけど31日の特集号に記事が載ってますんで、あと「沖縄クラブの次の号にも出ますんでぜひチェックしてください。ということで、じゃあ一旦締閉めますか。 はい、え、技能ガルフ相手は神田邦広と伊波雄作とでした。はい、また来週火曜よ9時にお会いしましょうではこの後おまけ放送しますが一旦お別れですさよならさよなら然出なら マイクが上がってないときにやらないの。大事。だからあるかってたでしょ。ごはいということでここからはおまけ放送です。じゃあ早速お知らせからいきましょう。はい。大事大事なお知らせからね。大丈夫です。はい。ツイッターでもまたね。 が頑張っておりますっはい、えっと、2月2日にショールーム公開配信がありますい、ね。2> うん、で2月3日に「ライブじゃない何か」っていうタイトルであるんですよ、うん、何かそう、5月のワンマンに向けての「ライブじゃない何か」っていうものがありますでこれが D 国祭で沖縄であるので、うん、ぜひぜひ来てほしいっていうことだ相撲,相撲,だ相撲 相撲か相撲対決だ。メンバーでトーナメントだ。相撲じゃない相撲じゃない相撲だったどうしよう。すごいな。で2月13日に4枚目のシングルあっち向いて恋が出て、4月にファーストアルバムのプログレスが出て、で5月25日に渋谷の W W W で東京ワンマンライブがねえ。いやこれに向けてですよ。 俺に向けて本当に頑張ってますので頑張ってくださいお願いします皆さんも応援よろしくお願いいたしますさあということでひとしきりお知らせ終わりましたんでじゃあ自由に喋りましょうはいはいどうだった真面目な感想もいいからさどうだったどうだったうんラジオラジオどうだった今日ですかうん夕方も含めてでもいいし準備結構して 頑張りました。<laughs> 話とか。話頑張りました。<laughs> <laughs> 結構考えて<も>、あ,あ,あの家にいる時間を少なくして、<うん S 2> 何か面白いことがあるのを求めるように頑張りましたあ。大事真面目に言えそれね、それ大事なのよ。<laughs> <laughs> ずっと外に出て、うん、何かない、だからアイルにも行ったし気になってるから行ったし、うん、気になってるところにはほぼ行きました、<ー>あのカフェとか、今、カフェ巡りはまってるので、気になってるカフェにも行きましたし、やっぱり何動くと、何かその、うん、まあ可能性も広がるし、うん、何かあの喋る、ネタ探しにはやっぱ必要なことなのよ。うんはい だからもうその街中出るとか旅行行くとか、もういろんなのは全部ラジオやってると繋がるからさ。さっきのプレミアムクラスの話なんかも全部俺ネタだから。いやいいことですよ。来月も福岡に一人で行きます。あ大事大事。もうね行けるとき行った方がいい。行きます。もつ鍋が大好きで。ああいいね。いいよね美味しいよね。じゃあしゃげさんが福岡ね。あの鶏皮が美味しい。はい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 。一人で行くんだ。一人で行きます。 3泊4日、ままああくね友達がいるので、あそうそう、そのよね。泊まって、一人でホテルでも泊まろうかなとか思ったり、まあ、ぶらぶらです、なんも、中須らへんの店とかで、そうですね、僕本当に今から検索して、今から決めて、2月なので、まだ時間、で、誕生日があるんですよ、2月6日に。なので、そうなので、そう、なので、それ終わって、すぐもう行こうと思ってます。 いいいですねや旅はあのねやっぱ20え今度の誕生日で二十歳になりますた二十歳かはい二十歳かすげえないやでもそのぐらいの頃でしか感じられないこともあるよねきっとねそうだよね今だとなんとなく分かっちゃうというかもうねそうなんだよ これないからね新鮮味というかさう<ー>んやっぱ大体もう俺らも四40ぐらいになるとなんとなく分かっちゃうというか好きなことを今できる限りやっていこうかなって正直思ってとりあえず家から出よう,う <ん S 2> で何かしようと思ってますあのどっちもどっちもやった方がいいと思うよ好きなこととまあ嫌いなことは別にだと思うけど 苦苦手手ななこことと嫌いって言ってもう全くやらないんじゃなくて<ー>これ苦手だけどじゃあやってみようかなとかさそういうのも今は特にあとあれ大事にしてます、うん、あの新しいファッション結構やろうと思ってます洋服ああ<ー>やっぱそういうチェックはね。うん、なんか これ気にに気に入ったなとか気になったなと思う洋服は自分似合わないからじゃなくてまず一回試着してみるとかを心がけてますね。えっとそれは今流行ってるのとかではなく自分の感性でってこと？はい,はいはい。はい<ー>流行ってるやつもですけど、うん、なんか絶対これ似合わないだろうっていう色とか私はあれです。ピンクとか絶対似合わないと思ってるんですけどわざとネイルもピンクにしましたし、うん、おそうなんかわざと何かをするっていうのをまずはやってみる。まずやってみる。いいことです。すごくいいことです。そうです。う 挑戦の年にしてですねイノシシはいい年おおその辺は日本的だねいいと思いますイノシシって英語でなんて言うえっとブルーは違うかブルーはそっかシカゴブルーズとかってそうだもんねあれを知でしょあれを牛りであれて英語でなんだろうねあれを知よあれえっホグ何でしたっけ うん。あんまり。ボア、ワイルドボア。でしたっけ。ワイルドボアって言わにませんでしたっけ。ワイルドボア。めいめい。調べさせる。ボア。あ、ボア。イノシシを英語で。すいません、よくわかりませんって出ますよね。あ、ボア、ボア。ボア。うん。 これななスマホ便利うちのそういえば娘が小6なんですけどスマホ欲しいって言ってもう卒業するから高校生うん小学生だから中学になるからそうそうそう最初すごい反対してたんですけどもうちょっと決まり事をちょっとつけながらつけながらまあでも中学生ぐらいから持ってるよね持ってるねえ大体もう小6でもクラスの半分ぐらい持ってるみたいですよ 時代が変わりましたね。とかどうかわかんないけどお前が言うなお前こないだまで高校生だろう私ガラケーでしたもこのスライド式のああまあまあまあそうねこっちはポケベルを持ってたから持ってるかどうか分るだから連絡が来るのピーってなるわけメッセージがさ9文字入るわけ九 9文字しか入らない何も書けないじゃないですかいやだからそこ,そこを工夫する日本人のあの枠を決められた中での工夫ってすごいんだぜ2回 2> <は>まあ2回に分けてもいいよ、うん、<ー>で文字打つのが米に米に打ってあそのポケベルの番号打つじゃん、はい、そしたら向こうからじゃあメッセージお願いしますみたいなのが来るから、はい、米に米にしてで「あ」だったら1の1「い」だったら1の2 1> さあ横が12345<ー>そうね、ん そうだったよねだからガラケーの時のメールの打ち方でしょ1の1押すんですよねあそうだっけそう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 その前は本当に数字しか送れなかったから数字送ってだから番号ここにかけてっていうのああそういうのもねだから公衆電話とかでかけて「何?」っていうのがポケベルだったわけもしくは自宅にかけて「何?」っていうのだったんだけどあれはやってみたかったです 何時にお前の電話家にかけるから、うん、いとけをみたいなのはしたかったですそうだから今っても携帯だから必ず相手が出るじゃんもう俺らの頃はその何々さんのお宅ですか?」って「何々と申しますけど<う>何々さんいらっしゃいますか?」っていうあのいいお父さんお母さんのワンクッションがあるわけで「娘はいない!っていう <laughs> う」<laughs> うんっていうのがある,ある時代だからね,ねそうそううももいいつの時代でもやっぱりそう,いう。 ね携帯とかなんとかとかって出始めのところとかね、うん、使えない人とかいて、うん、俺覚えてるのがそのなんか飲み屋でなんか飲んでる時に、うん、あのどこかのあの隣のグループが「え誰々呼べ!」みたいな話になってるんですよ。うん、でじゃあポケベルで呼び出そうって言って、うん、そいつが電話で「米に,米に米に」って押して「うん、今どこどこの居酒屋いるかよ」って、うん「<laughs> どこどこ来い」って言ってガチャって聞いてたんですけど、うん、も何もメッセージ残らないですよね。 そうですね番号で押さないとそうですねこれ今うまく伝わってないと思うんですけどやってることおかしなことですはい笑ったいやだからその番号だけの頃はまた番号だけ数字だけであの暗号みたいにして送るんだよちょっと「愛してる」だったら「1一4あい11416」 しテてるみたいなそんなのを送ったりしてた時もあってそこからだから文字が送れるようになったっていうのは全部カタカナだったけどね、うん、寝れないとか、うん、<laughs> 知らんかな<怖い> <laughs> <laughs> いやでももうあそうかそうそう1411か愛してるかまあよろしくみたいなもんよ定型文みたいなのもあったのかなへえ恋愛するの疲れそうですね いやでもあの時はでもポケベルが出た時にはもうそれはそれでねああそっかそっかなりましたからね結果だからこういうなんかなんていうの縛りの中だと余計どうにかしようっていう風になったんじゃない今もうすぐじゃんそうですねもうすぐバババあれでしょライン電話しながら寝ちゃったりするんでしょあのカップルとかそうですねビデオ電話しながらでしょおおの電話代がかか てな流れはだけど今はねラインなんか関係ないもんな w i f i とかでやってたねつなげてたらそれなんでやるんですかね何つないでつないだまま寝るあそんなの嫌嫌なんだそれややってる人は可愛いと思うんですけどそれを自慢された時ははんってなりませんそっちの世界でやってくれそう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 そっちの世界でやったら全然いいんですよで自分は別にやりたくない派ですなるほど 自分の寝顔がすっごくブサイクだったらどうするんですか <laughs> <laughs> 口開けて。でも、だから一緒につながっていたい。一距離だったらいいと思います。<laughs> あ、なるほど。剣がいい。かゆらはさ、どんな人がタイプなの <はい S 2> タイプは絶対自分より身長高い人が好きです。<あー S 2> これだけはもう小さい頃からずっと言ってますね。ほんでほかほか。 ほかほかこの160以下のみんなを前にしてあとあれがいいです写真撮るのが好きな人写真が写真を撮ったりとか私写真撮るの好きなんですよ人の自分も撮られるのも好きなのでお互い撮り合いとかできたら最高に楽しいだろうとかそういうの嫌いなとか苦手な人だったらちょっと困るねうんんなか写真嫌いって言われると結構あ 冷め,冷めちゃうってう思うときはあまあじゃあ絶対カフェとか行っても,もうまずはそれ撮るまず写真,で写真撮るんだまず写真です、ね、ん食べられたらおおよいおいどうしたってなります<ー>待って待って待ってとかあとは自分と笑うツボが一緒な人がいいです、うん、面白いって思うのが一緒じゃないと多分私やっていけまあまあ大事なとこかもしれないですね何が楽しい私ですかやってて、うん、笑うのは さっきのあのバ鹿なことしてる人大好きです友達の名前なんだっけユイナユイナは面白いのは最高なんですよ私のインスタントストーリー見ましたユイナ誰ユイナってよく出てくるいやいやよく出て最近一年ぶりに出会ったあーなんかあったねあの子がめっちゃ面白いんですようわ伝わってない今お前だけ笑ってるアメリカンビレッジであの頭にかぶってこの目と口だけが開いてる悪者とかがつけるやつをアスクみたいな 待待て待ててこっっち全然まだ伝わってない俺らは何一つ伝わってないから今 <laughs> あれをあれつ,つけてだ <laughs> からもうずっと真顔で見せるんですよ、うん、もう笑わないこうと思って、うん、笑ったら負け止めないか見てて、うん、<laughs> そしたら隣にあの回しながら窓を開けるやつがあるじゃん上の窓は回して開けるなんかレバーみたいなやつを触りながらカモンカモンとか言うんですよ私に <laughs>。 めっちゃいい。しかも元ダンス部だったので、この体の動き、動画ありますよ。動き動きが面白いってことね。ちょっとじゃあ動画、そうか。ほらインスタ用にパッと撮るやつと動画を撮って編集するやつパターンあるじゃん。こいつキモと思って。最高よこいつ。一年ぶりに会った。あ…確かじゃあ一緒に見てみます。

いもういいいいです面白認めなな私ののやこの間さそうそううちのあいっ子めいっ子が大爆笑してたんですよあの隣じいじばあばの家行ったらすんごいギラギラ笑っててどうしたと思って言ったら1歳超えたぐらいのあいっ子がいるんですけどその子が普通に床にうんちしてました怖っ。 <laughs> まあ、もう笑うしかないよ。<laughs> ドキドキは笑ってます、ね。やっぱ小学生は運賃。好きなんでし、<laughs> うんちとか、おなら、<laughs> おなら大好きだからな。普通に床に。<laughs> その一歳の子も、みんなが笑ってるから、めっちゃテンション上がっちゃう。<laughs> 喜んでるんですよ。<laughs> <laughs> いいですね。いや、いいと思います。いいな。いいと思います。でも、まあ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 、面白いですけどね。スタイルもいいんですよ。 めちゃめちゃなのでんかスタイル細い人が変な動きしてたら面白いじゃないですかまあなんかアメリカンチックな感じがするなんかアンガールズみたいな感じああウケるんですただごめんなさい私のツボです彼女はいいやいやいいは全然いいいいいいとえなんかお笑い芸人さんでじゃあ好きな芸人さんとかっていうの私2ついて2組2組ロバート あロマと和牛が好きです。ああ、なんかタイプが違うような感じ。が和牛は初めて見た日かもラブです。もう面白いです。どのネタも全部面白い。いや、クオリティが高いよね。しっかりこう。あと、あれも好きです。最近優勝した二人、名前なんでしょう。霜降り。あ、霜降り明星はツボです。ツボちっちゃい子が。ちっちゃい子いいですよね。ちっちゃい方がもうラブ。面白いです。 最高です。あじゃあ、いるかもねそうですよね。えという条件だそうです。あ、そっか、条件。身長が。あ、あそっか、百七十。身長が、えっと、二メートル五センチぐらい。違う。私のおじさん二メートルありますよ。ああ、二メートル。一族でかいんだな、やっぱ。おじいちゃんもでかいし。うん。で、お父さん、私より身長低い。大体、大体百八十ぐらい。 百八十あったら嬉しいですね。十、ね、センチぐらいは欲しいし、うん。うん、もうヒール履けて。うん。あっちもそうだおしゃれするんだったら、ね、あっちもおしゃれさんが私がいい <laughs> 私おしゃれさんが好きなので、うん、このブーツとか入ったらいい感じになるじゃないですか。なるほどなるほど。ほどうん、だから百八十センチぐらいで、えー、笑いのツボがーー和牛と、えー、ロバートとユイナ。 結菜みたいな男性現れたからすぐ付き合います楽しいですよもうほんとに一緒にいてみたいな人ぜひよろしくお願いしますお願いします。一緒にいて楽しい人がベストですいやほんとそうだよああまあ若いうちはまああれかわかんないけどなんかそうだよね浮気しない人大事なとこねもうお願願い、い。そこ。おお前に何があったうどしたこのお前の10代はどうだったんだもうほんとに。 お願いお願いこっちも大事にするから大事にしてお願いされたな小学生に言うやつだなお願いもう何々お願いもうこれだけは本当にですカラスモリテラさんロバートだったら誰がいいのって秋山秋山ね大好き面白いよ体型はぽっちゃりでもいいんですよあでも超ぽっちゃりはダメです 帰らぬ超ポッチャリって本当にあのアメリカ人の超ポッチャリじゃないよすっごいでかいロバートあその秋山さんぐらいはいいです全然かわいいなるほど履く心地ありそうだしそうだななるほどね百八十でポッチャリいやいや本当はマッチョが好きですよ本当は筋肉が好きです私筋肉フェチなので本当にポスターポスターみたいな写真撮りますああそうなんだ例えば 芸能人でいうと誰かいる有名人でいうと芸能人の筋肉まあ筋肉そのタイプのタイプのあの女性なんですけどなんでよ男性の筋肉はそんな検索しないです自分がなりたい体ばっかり検索するんでああなるほどねイメージもはいはいはい今は誰の誰あけみさんとわめっちゃ鍛えてるし細いよねロラさんは最高に綺麗ですインスタ見てたらそんなんばっかり出てくるもトレーニングいいい結してます お尻トレーニングも上げてるよねあのニコルンさんが結構ケツいいですよ結構ケツいいですよってお前おじさんかも。前ケツいいよなケツいいよなぁと思いなが胸がでも大きい方が女の子は可愛いですああでもお尻が好きだなお尻派ですかお尻派めっちゃ嬉しいです 私お尻あのヒップアップなんです本当にあのみんなに言われるぐらいおお友達にもあ今日いいケつしてんねって叩かれるんです本当にロバとかあるつっ周 <laughs> りどんな人だおまお前らケツ撚れやって父もみ合ってお前らどういう集まりだじゃ <laughs> <夫>本当にあの専門学校通ってる時にあの。 好きに好きなので好きにばっかり着ててそれでやっぱケツの形が綺麗に見えるんですよ好きにはそれで胸がでかい友達がいるんですけど私はその子の胸めっちゃ褒めるんですよでこの子腹筋も割れてて綺麗なボディで,でけどお前のケツにはかなわんって言いながらめっちゃ叩いてくるお前ケツいいわ後ろからあのそれを周りはどういうふうに見てるんだろうなでも周りも言うんです私この結衣なのもお前のケツはいいって言いながら褒めてくれるのでケツフェチ がいるとテンション上がるんですね結好きなんですかいや好きなるんですねそう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 お尻大事です好きなね好きな胸の時代正直終わりたんじゃないですか終わりはしないな完全に二極化ではあると思うけど胸の時代はいつ終わるんだろう終わるとかの話じゃないかな完全に好みですかいやさんどっちが好きどっちかって言ったら胸ですねああそうか胸の何がいいんですかなんか胸って見れないじゃないですか でもケツってなんかも形として出るお尻って言いなさい。あお尻。お尻ってなんかおケツあケツじゃない。お尻でも形として出るじゃないですか。なんかもう横から見ても綺麗だし、なんか綺麗下品さがない。なんていうんですか。お尻ってセクシーだしね。鍛え上げたものじゃないですか。鍛え上げたもの。いやお胸胸だってちゃんとここをね鍛え上げたら形がキュッて上がるとかいろいろ言うんじゃないの。なんか胸出かければオッケーって感じしません。 いやそんなことない。形とかいろいろあるでしょ。あるんだ。あるそうです。いやいやまあまああるだろうな好みは。そうなんだ。ジャミキャン君どっちが？うん。おお。尻本当ですか？うん？よくわからない。急に急にすごい角度かビンタされたの。すごい角度から。ああ。 いわゆるナベラーがナベラね。ナベラーが二本ついてる感じで。なる。ほどお尻はちなみに機長さんどっちがいいですか？お尻はお尻は多いですね。お尻は多いめっちゃ嬉しい。どっちがいいですか？胸。おお二対三いいですね。討論するには一番いいぐらいですね。もう一人聞かないでおきましょうか。どっちがいいですか？ ああ、むださんになりました。むだたさんになりました。いや、私、ケツです。だから、お尻って言いなさい。ずっとケツケツ。ケツ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 言うな、お前は。丸いイメージがあるんですよ。お尻。お尻。ケツはもう、鍛え上げたもんきゅっとしてです。そうそう。ああ。お尻。え、言い方だろう。違う違う違う。響きの問題だろ、お前。があるからな。ああ、それ。男性のケツも見ます。 男性は、えーうん、あ見るなー見ます。うん、でも男性一番見るのは鎖骨です。鎖,鎖骨。鎖骨見える服着てる人はずるいと思います私。えー、鎖骨見えたらもうもう惚れる。 本当に私顔より先鎖骨見るんですよ。本当に。ちょ、っと特別な人ですね。鎖骨フェチです。初めましてって鎖骨こう。それは嘘ですね。じゃ、あごめんなさい。おかしいだろう。顔見るけど、鎖骨に結構目いってます。鎖骨綺麗と思って、顔見て、あんまだったら、あん、あん、あん。惜しい、惜しい。あ、あそうなんだ。じゃ、夏、夏の方がいいのかな。冬だったら隠れるじゃん。うん、そうですね。そうですね。だけど、男性のこのタートルネックも結構好きですよ。あの白いタートルネック着てた。 ええ。白いタートルネックかっこよくないですか。白いタートル。ネ落ち着け。前ちょっと今。気持ちがさ。大きな男の話したから、おかしくなってるから、落ち着いて。白いタートルネックにスタバ持ってたら、完璧。ああ、いき。いいね。おお、で、ちょっと、あの、シュッとした人がこうやって。た、白いタートルネック出てきたら、もう。百点。で、ヒゲとか生えてたら。あ、ヒゲもいいんだ。ヒゲ好きです。あ、ワイルド系がいいってこと。 白いタートルネックは <laughs> 白いタートルネックの難しいな180以上で白いタートルネックでひげが履いてて,いて,てあのスタバ片手にドクターマーチンとか靴つけてたら完璧 <laughs> まあまあ細かいな <laughs> <laughs> 細かく言ってみましたあまあまあその中にいるかもしれないからね、うん、大雑把に言うと<っ>面白い人でいいんですいや違うと思います <laughs> 大雑把にはあ実際にその人が現れたら確かに面白いけどな、ね、<laughs> <laughs> まあまあはあ急にそういう人が現れた帰らぬ言ってた人だってなるけどくなるけど、ね <laughs> えー、サウルニさん鎖骨出して歩こうってことですけどね鎖骨きい,いやいいと思いますジ、えー、ェットインコーチ鎖骨全肉で埋もれとるわってことで <laughs>、えー、ヤロハイホーさん白いとっくりそうそう白いとっくりですはい、えー、シュプリームシュプリームさん、うんえー、湯に疲れそうなほどの鎖骨が好きん 溝が深いってことこっち入れる。入りそう。好き好き好き。はい。ドクターマーチンは欲しい欲しいですよね。私も福岡で買います。おばたのお兄さん、白いタートルって言われるとイメージがあります。じゃおばたのお兄さんもでもマッチョでしょみたいですね。だいぶ鍛えてたと思いますよ、確か。でも身長低いですよね。厳しいなぁ、お前。低いって言っても75ぐらいあるんじゃないかもうちょっと欲しい。うん。 八十以上の方はよろしくお願いいたします <laughs> はいなるほどなうちの親戚のおじさんとこみんな低いからね俺よりみんな低くて<え>、うん、そうなんですか <laughs> そんな驚く <laughs> かナさん、ほら、僕の披露宴の時に、来てたね、司会してもらったじゃないですか。おじさんたちもみんな。いや、もう、だから、時代もあるしも、沖縄らしい、沖縄とかだったら。やっぱり、そんな大きい人っていないんじゃない。その披露宴に呼んだ友達が、あの、コビット族かって言ってました。だいたい、七十あったら、おお、身長あるね、ぐらいの。イメージだったと思いますよ。そうそうそう。ええ、野郎ハイフォーさんは、百五十四センチ。 女性ですけどねはいめいめいさんおじいも1 8 0ンチあるよってことでおじいちゃん私のおじいちゃんええ進撃のイハさんってことで何言ってるんでしょうおじいちゃん1 8 0ンチありますねいやかっこいいよねダンディーだよねそんなそれだけでもねおじいちゃんかっこいい確かにお父さんちっちゃいんだよなお父さんとお母さんの出会いが面白くてこのバーカウンターでお母さんが結構 なんか決めながら飲んでたらしくて私何本待ちですみたいな感じで飲んでたらしくてはい、はい、でお父さんがふらっと後ろから来てすぐ座ったから身長とか分からないじゃないですかうん、うん、でお母さん170ぐらいあるので私ぐらいあってであっちもうお父さんがずっと「う綺麗ですね綺麗ですね」って言ってもう一緒に飲みましょうみたいな感じで,言ってでお母さんも,もう待ってたし正直、うん、いいよって言って降りた瞬間もうドーンみたいな <laughs>。 お父さんちっちゃいみたいな。だけどもその時に食い下がれない状態でそのまま結婚までなった。へえお父さんの粘りがちだっお父さん粘りがちです。へえ。って言ってましたけどね。いやだから出会いはわかんないわけだから私も身長高い人高い人って言ってますけど出会いがどうなるかによってもやっぱ変わるのかなっていうのは正直思います。なるほど。ホビット族。ホビット族と急にね。 カイラが座ってるときがチャンスです。チャンスです。今、今ですよ。皆さん。座ってる今ですよ。座って。だったらもう終わりますよ。終わりますよ。タイムリミット。ぜひぜひ、よろしくお願いします。まあ、もうラジオのおまけ放送なんかこんな感じだから。自由なことをね、喋りましょう。はい。この間。あの。 全然話変わる南の島のミスワリンという番組をやてこの間石垣島行ったんですよでそこでまあ青三号を見るとあっちの青三号がすごい有名であるガイドの方お願いしたんですね電話でやってガイドしてもらう方いませんかねこういう方がいますってこの方ちょっとテレビにも出たことありますみたいな受付の人が行ってていざ石垣行って会ってみたら もう身長もすごい大きくて<ー>もうダンディーでー、まあ、あの喋、ー、りも,なんかもう結構慣れてる感じ,慣れてる感じすごいなと思って、うん、あこんなあのいいガイドさんに当たったなと思って帰ってきて、うん、どんなテレビ出てたのかなって調べたら、うん、クレイジージャーニーーャニに出てますめちゃめちゃ出てる。 めちゃめちゃ全国あの1時間まるまるその人でした宮畑さんっていうんですけどでしかも「情熱大陸」にも出ててめっちゃ有名じゃんすんごい有名な人だったんだなあ道理でっていうかまあすごいオーラがあったんでこんな人だったんですごいイケメンだったんですけどあの世界中をシーカヤックで旅して魚をどこの国の魚も食べるみたいなそんなのどう 魚ですかいやいや世界中を旅してシーカヤクでどこにも行って私世界一周絶対するって決めてますもんマチュピチュとオーロラは絶対見て死にたいですまああの死ぬ話はまだしなくて大丈夫なんでこれから先長いんで大丈夫だと思うよマチュピチュなマチュピチュ行きたいでもあれやばいんですよね飛行機乗ってそこで終わりじゃないみたいなそこからまた電車バスあ乗り継いでいかなきゃいけないんだでまた徒歩みたいなでやっと見れて っていうやつだからみんな結構途中でもいいやってなる人が多いらしいですじゃあ強い気持ちを持たないとたどり着けないってことねなるほど気持ちは強そうだからね強いですよ私ね。絶対に決めたこととかね決めたことは譲れないですなるほどいいと思いますあでもこっから二十歳かすごいな可能性だらけだからね二十歳なんかやりたいこととかさ そういうのの選択肢がもうすんごい広がってるからさ、うん、でも大事な時期ですよねそうでもないですかいやまあでもいろんなことやっていい時期でいろんなこと経験した方がいい時期だよね20代って多分そ,そうだよね,そうね、うん、30ぐらいに向けてちゃんと方向性が決まっていけば、うん、まあまあ女子の方がもう少し早いのかなまあでも道はねいろいろ経験した方が、うん いろんなところ行こう。そうそうここここだって思えると思うんだよね。うん。いや旅行もたくさんした方がいいよ。しますアメリカも行きます。うん。おとんに会いに、yeah。ね。ちょくちょくそんなの入ってくる。yeah。いやもうそれはもうアメリカの地がね。ああありますから。お父さんは今？今アメリカにいますね。のどこなの？アメリカのノースカロライナに。おおなるほど。行ってあの。 喋る鳥なんでしたっけオウム？うん。こう二匹飼ってて、お父さんアメリカのあのクリスマスの時にサンタさんの帽子かぶってこっちにオウム二匹乗せてメリークリスマスって来ました。おお。しゃれてんなって言って、一人だけどにしとんって言いながら。面白いな面白いお父さん。ぜひ会いに行ってあげてね。ぜひ会いに行ってあげて。さあじゃあそろそろ時間も迫ってきましたんで、じゃあいつもの行きますか？ きょうはカイラじゃんけんで、カイラじゃんけん、はい、ツイキャスの皆さん、じゃんけんしますんで、カイラに勝ったら、これから1週間ね、ね、えー、来週会曜までいいことがあるかもしれ,れません、じゃあ、あのもうぜひ送ってください、ツイキャスの皆さん、タイムラグがあるんで、いいですか、いいですか、いきますよ、はい、カイラじゃんけん、じゃんけん、ンンはい、はい、カイラはパー,パーを出しました。ししたということで。 え沖縄にワンチュールさんだけチョキだな他みんなパーとかグーですねお今日少ないはいということでカイラもじゃんけん強かったです<う>はいということでじゃあ残り1分になりましたんでカイラ自由に締めてください、はい、自由に締めますはい皆さんどうですか <laughs> <laughs> 井上陽水みたいなた <laughs> <laughs> 皆さんお元気ですか <laughs> みたいな言い方でしたけどカメラ<ー>カメラあっちかあちらでははいはい、はい、もう閉めちゃってくださいじゃあ今週もいい週にしていきましょうバイバーイまた来てねー <laughs> <laughs> お,おやすみじゃあね <laughs>